はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、今夜ございます。え、今日もアパシー鳴神学園七不思議続きからやっていきたいと思います。で、前回ね、一応細田くんと新藤くんのお話を聞き終わりました。2週目開始という形ですね。で、一番最初の新聞部の同級生のね、誰だっけ、倉田恵美ちゃんだっけ、あの人の話はすっ飛ばしちゃいました。残念ながら皆さん、あの人の話を楽しみしてた方は、次の週間でちょっとお待ちください。で、今日はね、荒井翔士くんと岩下明美さんをやっていこうかなと思ってます。で、前回のね、新藤くんの話が長かった。長い。普通に細田くんあっさり終わったからさ、結構余裕で、行っちゃおうかなと思ったんですけど、新藤くんね、どの話も長いんだよ。長いし怖いし。えぐいんよ。みんな死んじゃうんよ。新藤くんの話出てくるやつ。で、まあ、とりあえず今日はね、それはいいとして、荒井くんと岩下さん、やっていきたいと思います。前回というか、前回の集会かな。では、確か岩下さん聞いてから荒井くん行ったと思ったので、今日は荒井くん行ってから岩下さん行こうかなと思っております。逆だっけ？忘れちゃったな。忘れたな。完全に私忘れましたね。まあ、いや、荒井くんから行きたいと思います。それじゃあ、お話聞かせてくれよ、荒井翔士くん。はじめまして、坂上くん。僕は2年 B 組の荒井翔士と言います。どうですか、新聞部は楽しいですか？わざわざ僕はこんな集会の聞き役を務めるくらいなのですから、よほど怖いお話が好きなのでしょうね。わざわざこんな集会の聞き、なんでもないっす。なんでもないっす。それなのに見た限り青ざめて見える。どうしたのですか？ご気分でも悪いのですか？くれぐれも無理はしないでください。無理だけは。ヒヒヒ。それで今日は学校の七不思議の特集ということですが、よくある七不思議の話をしても面白くはないでしょう。そう思いませんか？友達の話はどうですか？そうですね、同意しておきましょうか。そうですね。そうですか、あなたもそう思いますか。それはよかった。さて、それではどんな話をしましょうか。そうだ、人間の探求心について話をするというのはいかがですか。僕はね、去年の夏休みに面白い体験をしたのですよ。普通の日常を過ごしているだけではなかなか体験できない経験なのですが、あなたはそういう体験は貴重だと思いますか。おー、どんな体験かにもよります。まあいいや、上から選んでいきましょうか。なるほど、随分と慎重なのですね、あなたは。しかし、慎重な性格は新たな刺激を得られないということの証でもあるのですよ。勇気を持って一歩を踏み出す。好奇心が何者にも勝る。だからこそ手に入る報酬は至高の勲章なのですよ。突然ですが、あなたアルバイトをしたことはありますか？ええ、普通の高校であれば禁止されているのは重々承知ですよ。うちの学校も禁止されていますから。でもね、そんな規則を破ってでもしたいことってあるでしょ。髪を染めることは禁じられている。でも染めてしまう。帰宅途中の立ち寄りは禁止。でも買い食いをしてしまう。ピアスの穴を開けることも禁止。化粧も禁止。刃物の所持も禁止。刃物はちょっとダメでしょ。いや、校則じゃなくて法律でダメだからね。国民の義務です。やめなさい、やめなさい、刃物はね。一見すると世間では常識なことから法律的にアウトなものまで、校則には様々なものがあります。そんな校則を破ってしまうのはなぜなんでしょう。人間の本能、抑圧から来る反動、制限されると破りたくなる天の弱的な性格のため、それとも単純に興味本位、もしくは必要性に駆られてしなければならないから。例えばアルバイトを禁止されていてもなぜするのでしょう。小遣いが少なくて自分の欲しいものが買えないからではなく、家計を助けるためにやむなくする場合もあるでしょう。知人が病気や事故に遭い、その手助けをしなければならなくなった、そんな理由もあるでしょう。でもね、学校は校則で禁止していると言ったら例外なくアウトです。どのような理由があろうと決して認められることはないんですよ。罰せられると分かっていて校則を破る行為を、あなたは愚かだと思いますか。僕は愚かだと思いますよ。罰せられると分かっていながらあえてそれに臨む行為は、負けるのが分かっているギャンブルと一緒ですからね。しかし、それでもその愚かな行為に踏み込んでしまうのが人間という生き物ではないでしょうか。僕も愚かだと分かっていながら足を踏み入れてしまうことがあるんですよ。そう、僕は愚かな人間ですから勝てないんですよ、興味という欲望にね。思えば恥の多い生涯を送ってきました。
あら、人間失格かな。ところで坂上くんなら校則を破ってもいいと思いますか。絶対にダメ。破るのも人生です。これは気になるね。恥の多い性障害を送るって、もしかしてそれは。坂上くん、あなたは相変わらず面白い人だ。そこに食いつきますか。校則を破ることよりも恥の多い人生が気になると、まあ仕方ありません。唇を切ったのは僕の方ですからね。言い逃れをしても君ならば逃してはくれないでしょう。本来話すつもりではありませんでしたが、特別に聞かせてあげますよ。僕のクラスにいる恥ずかしい人間の話を。そうそういうのでいいのよ。そういうの聞きたかった。彼の名前は出た、中村明久。出たよ。自己顕示欲が強いというか、周りが目に入らないというか、まあそういう意味では個性的でした。そんな彼はクラスの全員が自分に好感を抱いていると信じており、よくこじらせました。だからこそ彼の人生は恥で染まっているとも言えるのですが、とてもその全てを話せるほど僕も暇ではありませんので、一つ選んでお話ししましょう。これはつい数ヶ月前の話です。中村くんが突然僕に近寄ってきました。新井くんさ、僕は今とても困っているんだ。クラスにいる本郷茜さん知っているだろう。おとなしくて控えめで、その消極的な性格も手伝い、無口で目立たないあの本郷茜さんだよ。だいぶなんか下に見てんな。ええ、知っていますよ。で、その本郷茜さんがどうかしたんですか。ああ、その彼女がね、どうやら僕のことを好いているらしいんだよ。よかったじゃないですか、それじゃあ。おいおい、釣れないな。新井くん、少しは僕の話を聞いておくれよ。茜さんが僕のことを好きなんだけれど、ちょっと困ったことがあってね。なんでしょう。あれ、テルくんさ、中村のテルくんさ、前回の映画の時と全然人違わない。うん、彼女無口だろ。だから僕に告白できないみたいなんだよ。だったら中村くんの方から告白すればいいじゃないですか。どうして困るんですか。それはできないよ。僕が告白したら彼女を悲しませることになる。なんで。どうしてですか。だってそうだろ、僕のことを好きなのは彼女の方なんだぜ。別に僕が好きってわけじゃない。それなのにどうして僕が告白しなければならないんだい。それはおかしいだろ。でも君は本郷さんと付き合いたいんですよね。おいおい、新井くん、僕はいつ彼女と付き合いたいなんて言ったんだい。勘弁してくれよ。え、何がしたいんだ。中村くんよ、恋を抱いているのは彼女の方であって僕じゃないんだ。勘違いされては困るよ。そうでしたか。中村くんの口ぶりでは彼女と付き合いたそうに聞こえましたが、僕の勘違いだったんですね。うんうん、全くその通りだよ。僕にその気はない。じゃあええやん。なら放っておいたらいいんじゃないですか。別に気にかけることもないでしょうし。いやいや、それは困るよ。それであまりに彼女がかわいそうじゃないか。僕にその気はないけれど、彼女の思いには応えてあげたいんだよ。それが人間の優しさってものだろう。どういうことよ。だから新井くんの知恵を拝借したい。どうにかして彼女を傷つけずに楽にしてやることはできないものなのか。殺すのか、解釈するんか、それ。ならばやはり中村くんから告白するのが一番ですね。どうしてそうなるんだい。新井くん、僕の話をしっかりと聞いてくれたまえよ。僕が告白したら、彼女がいずれ僕に告白したいという気持ちを奪い、心に深い傷を負わせることになってしまうじゃないか。僕はそれだけは避けたいんだ。だからこうして君に相談しているんだよ。ならばこそ、中村くんから話しかけるべきですよ。告白といってもあなたが告白する必要はありません。彼女がうまく告白できるように誘導してあげるのです。誘導？ふんふん、それなら彼女を傷つけることはなさそうだね。で、どうやるんだい？詳しく聞かせてほしいね。簡単ですよ。相談したいことがあるから話を聞いてほしいと言えばいいんです。相談？どんな相談だい？何でもいいですよ。例えば勉強のことでわからないところがあるとか、学校に対して不満があるとか、きっかけは何でもいいんです。ああ、なるほど。茜さんは確か生徒会に入っていたな。生徒会の人間ならば、学校の体制に対しての不満をぶつけるのは悪くない。その手を使わせてもらうよ。ありがとう。進展したら報告させてもらうから、楽しみに待っていておくれよ。別にそんな報告に興味はないんですけれどね。それでも翌日彼は、意気込んで僕の元にやってきましたよ。
新井くん、ひどいじゃないか。君の言う通りにしたら彼女は泣き出してしまったよ。彼女を泣かせたのは君だぞ、新井くん。いやいやいや、ひどいじゃないか、中村くん。何を言ってるんだ。突然そんなことを言われても話が見えませんよ。まずは何があったのか一つずつ分かるように説明してもらえませんか。ああ、わかった。昨日の放課後、僕は茜さんを呼び出して話をしたんだ。こんな風にね。いや、本郷さん。はい。あのさ、ちょっと相談したいんだけれど、最近の生徒会ってたるんでないかな。口ばかりで何も役に立ってないよね。これ、中村くん、中村くんの相談する内容が悪いよ。君はそんな生徒会に所属していて、どう思っているのかな？ねえ、黙っていたんじゃわからないよ。君は生徒会だよね。自分に責任があるとか思わないの？ふう、黙っていれば許されると思っているのかな？な、どうして泣くのさ。泣かないでくれよ。僕はそんなつもりで相談したんじゃないんだよ。あ、忘れておくれよ。お願いだからさ。何も聞かなかったことに。ね。じゃあ、さようなら。中村くん、ただのひでえやつだな。というわけなのさ。君はバカなのですか？新井くん、よく言った。よく言ったよ。やぶから棒に失礼な発言だな、新井くん。いくら親友だからといって、今の発言は聞き捨てならないぞ。あのですね、いきなり喧嘩を売ってどうするんですか？君は彼女と友好的な会話をしたいんじゃないですか？いや、別にそういうわけじゃないんだよな。何度説明したら分かってもらえるのかな？僕は彼女が僕に対する恋心を吐き出せるようにしてあげたいだけなんだ。これは言えば同情心というか、人間愛だね。だったらはっきりと言えばいいじゃないですか。君の僕に対する気持ちを教えてくれって。いや、いくらなんでもそれはストレートすぎると思うよ。もう少しオブラートに包むことが男の優しさだと思うんだよね。でも失敗していますよね。泣かれるということは、彼女はもう中村くんのことを嫌いになっていると思いますよ。よかったじゃないですか。変な気を使わないで済んで。いや、それは困るよ。どうして困るんです？別に彼女のことは何とも思っていないのでしょう。いっそ嫌われた方が楽だと思いませんか？それは確かに楽かもしれない。しかし正直言うと、僕は彼女が素直に告白してくれるならば付き合ってあげてもいいと思っているんだ。うわ、めんどくせえこの人。要するに彼女と付き合いたいんですね。それは彼女を傷つかせないためだよ。やはり男として女性を傷つけるのは最低だと思うからね。だったら中村くんから言うのが一番ですよ。僕のことをどう思っているのか教えてほしいと素直に言うんです。でもそれは、このままグダグダしていたら彼女に嫌われるのは間違いないと思いますが。よし、わかった。彼女のためにも僕が一旗脱ぐことにするよ。それで彼女が楽になるのなれるのであれば、僕も良いことをしたと思えるよ。本当にめんどくさい人ですよ、彼は。要は好きな相手に無理やり告白させたいわけです。そんなもの成功するわけないじゃないですか。案の定、翌日彼はものすごい形相で僕に迫ってきました。新井くん、君は僕をバカにしているのか？君の助言は全く役に立たないね。幻滅したよ。何かあったのですか？分かるように説明してもらわないと対処できませんよ。昨日の放課後、僕は彼女のために話したんだ。こんな感じで。いや、本郷さん。そら話さないよね。一言も発さない。話があるんだろ？いいから話してごらんよ。黙っていたらわからないよ。この前のことはお互い忘れよ。どこかですれ違ってしまったんだ。だから今日は一からやり直して、僕は茜さんの話を聞きたいと思っている。急に下の名前で呼ぶやん。さあ、僕たちの間にもう邪魔する障害はない。心を解放して話していいんだよ。何を話すんですか？君が思っている僕に対する気持ちだよ。僕はね、気づいていたんだ。君の僕に対する特別な感情を。この前の体育の授業で、僕の手が君の手に触れた時、授業の終わりにそっと石鹸を差し出してくれた。歯ブラシを渡してくれたり、うがい薬やタオルをそっと差し出してくれる。そんなことを好きな相手じゃなければ、できる気遣いじゃない。だから告白してほしいんだ、君の気持ちを。それによっては僕は君とお付き合いをしてもいいとも考えているよ。だからもうこれ以上は言わせないでくれ。あとは君の言葉を続けて。
さあ、あの、気持ち悪い。え、ちょっとキザだったかな。でも君が告白しやすいように僕なりに配慮したんだけど、恥ずかしがらずに言ってみたま、言ってしまえよ。告白は一時の恥、言わぬは一生の恥。大丈夫、受け止めてあげるよ。あの、勘違いしていませんか。私、あなたが大嫌いです。この世で一番嫌いです。残念。残念。え、ひょっとして僕を試しているとか？いいえ、ただ嫌いなだけです。そんな、だって僕に石鹸をくれたり、うがい薬をくれたり。それは、あなたがバイキンだからです。あなたと手が触れてしまって、死にたくなりました。ちょっと、本郷さんひどいな。手がすりむけるほど洗ったけれど、その石鹸が気持ち悪くてあなたにあげました。匂うので、うがい薬やタオルをあげました。バイキン死ね。バイキン。お前はバイキンだ。今後絶対近寄らないでください。近寄ったら刺します。撃ちます。全力で撃退します。だからできれば転校してください。それが無理なら私の半径10メートル以内には近づかないでください。はあ、やっと言えた。あなたの言う通り、心の奥に溜まっているものを吐き出せば楽になりますね。ずっと言えなくて我慢していたことが言えました。ありがとう中村さん。これでもうお別れです。さようなら。よかった。よかったじゃん。ハッピーエンドだ。そして彼女は僕の前から消えていったよ。どういうことだい？彼女は僕を嫌っていたんだよ。あれ？新井くん、ひょっとして笑っている？笑いを噛み殺している？噛み殺しもするでしょ。そんなことありませんよ。でもはっきりと言ってもらってよかったじゃありませんか。逆にすがすがしいくらいです。呪ってやる。え？あの女、僕をバイキン呼ばわりしたんだよ。いくらなんでもひどすぎるじゃないか。あんなにおとなしそうな顔をして生徒会に所属しているくせにクラスメートをバイキン呼ばわりするなんて人間性を疑うよ。だから生徒会は堕落しているんだよね。僕は制裁を加えるよ。本郷茜を呪い殺す。怖い、怖いよ。中村くん、簡単に言いますけれど、呪いがいかに恐ろしいか知っているんですか？人を呪わば穴二つと言われているように、人を呪うということは自分もまた呪われる。だから、墓穴は二つ用意しろという意味なのですよ。それでも君は彼女をわざわざ呪い殺すとまで言うのですか？ああ、これは僕のプライドの問題だからね。彼女の出現はとても許されるものじゃない。それに僕は呪い殺されない。僕がかける呪いは特別な呪いだからね。特別な呪い？ああ、特別な呪いさ。これから本郷茜がどんな末路をたどるのか楽しみにしていてよ。そして彼は不敵な笑みを浮かべて帰っていきました。正直驚きましたよ。僕は中村くんに対して興味を持ったことは一度もありませんでした。それほど取るに足らない人間だったのです。中村くんは親友って言ってたのにね。ところがそんな彼が大胆にも人を呪い殺すと言ってのけたんですよ。さらに呪い返しさえ恐れない謎めいた自信。そんな中村くんに僕の心根が不規則に高鳴るんです。何やってくれるかってことだよね。目の前にあったガラクタが何よりも価値のある宝石だったというのは実際にあるものです。そしてそれが僕の前に現れたのであれば、その喜びをどう表現すればよいでしょう。一体中村くんは本郷さんにどんな呪いをかけるのか、僕は気になって気が狂いそうになるのを抑え込むのに必死でした。好奇心好奇心。僕から話しかけるのをぐっと我慢し、中村くんが話しかけてくるのを待ちました。ところがどうでしょう。それから2日たち、3日たち、1週間経ちましたが、中村くんは何も言ってきません。確かに呪いは即効性があるとは限りません。1ヶ月、1年、2年、ものによっては一生かけて呪い殺す呪術もありますから。そうとなれば、彼がかけた呪いがどのようなものか気になります。僕はじっと本郷さんを観察するようになりました。すると確かに彼女の変化に気づきました。確かにあれから彼女は少しずつですが確実に変わり始めたのです。今まではどちらかといえばおとなしめで消極的、マイナスのイメージが目立っていました。いつもうつむき加減で下を見ている姿勢にも問題があったのでしょう。そんな彼女が上を向いて歩き始めたのです。おお、いい変化じゃん。人に声をかけられても、ボソボソとつぶやき、会釈したのかしないのかわからないほどの挙動でいた彼女が、自ら他人に笑顔で挨拶をし、声を上げて笑うようになったのです。
元が美形でしたから、彼女はあっという間にクラスの男性生徒の注目の的になりました。そしてそれを恨めしく見ていたのが中村くんです。果たして彼は一体どんな呪いをかけたのでしょうか。それとも呪いに失敗したのでしょうか。声をかけたい気持ちを抑え、僕は耐えました。耐えれば耐えるほどその後にやってくる喜びは大きいはずですから。すぐに彼女はうちのクラスのアイドルになりました。もともとそういう素質があったのでしょうか。彼女は何人もの男子生徒を引き連れ、我が物顔で振る舞い、そして中村くんを攻撃しました。クラスの男子連中は中村くんをバイキンと呼び忌み嫌いました。女生徒たちは手を下さないものの遠目に嘲笑の目を向け、彼を無視しました。それは彼にとって予想外の出来事のようでした。次第に目はうつろになり、痩せこけていきました。まるで呪われているのは中村くんで、本郷さんはその正気を吸い取って活力をみなぎらして、張り巡らしている。なんだっけ、これ、呼び方忘れちゃった。そう思いました。そうなると僕は話を聞くよりも成り行きを見守りたくなります。こんな異常な事態はそう長く続くものではありません。確かに中丸くんは自業自得と言えますが、それにしても本郷さんの変貌は常識を超えていましたから。そんなある日、本郷さんが僕の元にやってきました。何人もの男子生徒を引き連れて。新井くん、あなたには私に近寄ってこないのね。ええ、特に興味はありませんので。僕の言葉を受けて腹を立てたのか、目の色を変えて身構える男子生徒たちを本郷さんは片手でひらりと制止させます。もはやそれほどの権力と地位を得たということでしょう。すごいね、本郷さん。蝶はアイドルから女王へと脱皮したようでした。これが彼女の本来の姿だったのでしょうか。すべての女は魔女である。誰が言ったのか、そんな言葉が脳裏をよぎります。私はみんなのことが大好き。今から私に興味を持ちなさい。そうしなければきっと良くないことが起こると思うの。そうなったら茜、悲しい。お断りします。地獄の炎に焼かれてしまえ。そうならないように気をつけなさいね。おほほ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 って笑う人がいる。ねえ、みんな、ここにおほほほほって笑う女の人がいるよ。しかも10代で。なんと、まあ驚くほど恥ずかしくも幼稚な恫喝でしょう。手に入らないものをあえて欲しがるダダッコと同じです。そんな僕を中丸くんはじっと凝視していました。本郷さんが去ると彼は駆け寄ってきました。そして僕の両手をがっちりと握ったのです。どうしようどうした中丸くん。僕は彼の言葉の意味が分からず首をかしげました。やはり君は僕の親友だ。あの本郷茜の誘惑に乗らないのは僕に対して罪悪感を持っているからだね。どういうこと。しかしこれで君も僕と同じ境遇だ。このクラスで分かり合えるのは僕たちだけになってしまった。しかしなぜか奴にかけた呪いがうまく作動していないようなんだ。ぜひ君の汚い意見を聞かせてもらいたい。今日の放課後、僕の家に来てくれないか。その言葉をどれほど待ち焦がれていたことか、僕は二つ返事でうなずきました。実は僕の家に友人を呼ぶのは初めてなんだ。新井くんは親友だからね。格別なんだよ。でも決して自慢しないでくれよ。あまり人にインフラされるのは後々面倒だからね。さあどうぞ。そう言って招かれた一戸建て住宅はどこにでもあるごく普通の一軒家でした。どの部分を自慢しているのか聞くのも面倒だったので、僕はスルーし彼の部屋に向かいました。さあ入ってくれ。これが僕の部屋だ。普通。入って僕は驚きました。部屋はなんてことない一般男子の平均的な部屋でしょう。しかしただ一つ異なっていたのは、壁や天井一面に張り巡らされた祝いと書かれた紙でした。おい、まさか違うよな。そんなことないよな。ふふ、あまりの光景に驚きを隠せないようだね。仕方ないね。この呪いの秘密を教えてあげよう。君は言霊というものを知っているかな。そう、言葉には命が宿っているという考え方のことだ。人間の発した言葉にはその思いを強く乗せれば乗せるほど霊的な力が宿り、現実のものとなる。しかも口で発するときに思いを込めて筆を取れば、その文字に宿った言葉玉が乗り移り永遠のものになるということさ。それでこの文字に言霊を乗せたのですか。ああそうだ、
毎日毎日恨みと怒りの念を込めて何百枚と書いたよ。呪いながら書いたのさ。しかしなぜだろう、あの女はもだえ苦しむどころか日に日に明るく生き生きとしてくる。しかもいつの間にかクラスの男子のほとんどがあいつの下僕になってしまった。僕の呪いは何か思いもやらぬ別の作用をしているのだろうか。新井君はどう思う？僕は呆れて物も言えませんでした。やはり彼に期待したのは間違いでした。ここまで恥ずかしい人物に出会ったことはありませんでした。中村君、君は彼女を呪いながらこの文字を書いたのですか？ああそうだ、呪いの念を込め呪いという一文字を書き続けたのさ。これは呪いという文字ではありません。祝いという文字です。え？この漢字はめでたい時に使用する文字で、神への祝福が込められています。小学生で習いますし知っていますよね。呪いって示す辺じゃなかったっけ？呪いは口辺です。示す辺は祝いです。中村くんの完全な覚え違いですね。それにしても呪いと祝いを間違えるとは。中村くんは祝いという漢字を書きながら呪いの念を送っていたのです。たとえ言霊という力があったとしても、呪いながら祝うというのはどうなんでしょう。二つの対極する力が本郷さんに同時に働いたのでしょう。それで精神的なプラスの力を送りつつ、人格的な歪みを生じるマイナスの力をまた送られてしまった。あのような複雑怪奇な性格に転じてしまったのはそう考えるしかありませんから。分かってありがとう新井君。今日からは僕は彼女を正しく呪ってみせる。言霊の恐ろしさを存分に思わせてる。そう言っていやらしく口元を歪ませる中丸君の性格は悲しいほどひねくれていました。どうしたんだろうねこの後。それからです。本郷さんがみるみるうちに痩せ細っていったのは、力はあんだね。本郷さんに影響もろ出てるもんね。女王の座はあっという間に消え去りました。痩せ細り、異様にくぼんだ目はまるで死人のそれでした。以前にも増して消極的になった彼女の周りからは、蜘蛛の子を散らすように誰もいなくなりました。その様子を中村くんは嬉しそうに観察していましたよ。そんなある日、僕は本郷さんから電話をもらいました。新井さん、二人きりで会ってもらえませんか？女王気取りの本郷さんの誘いであれば僕はきっぱりと断っていたでしょう。しかしもはや棺桶に片足を突っ込んだ彼女の誘いには乗ることにしました。僕が呼び出されたのは深夜の公園でした。すでに彼女は先に来ており、淡い街灯に照らされたベンチに一人で座っていました。細い。僕は少しの間を空けて彼女の隣に座りました。頭の重さを支えるのも辛いのか、老婆のように猫背になった本郷さんはゆっくりと僕に顔を向けました。くぼんだ瞳が独立した生き物のようにギョロリと動きます。正気はなく、じっと僕を見ているものの、その瞳孔からは光は失われ黒く淀んでいました。私は中村さんに呪い殺されるんですね。そうみたいですね。最近彼の夢をよく見ます。夢の中でまで私のことを罵りせせら笑います。私は眠ることもできなくなりました。悪夢だよね。私は何か悪いことをしたのでしょうか。人を嫌いになるのは悪いことなのでしょうか。私は中村さんのことを生理的に受け付けないのです。それも罪ですか。さあ、人間の考える罪とは人間の決めたものですから。中村くんの思う罪と本郷さんの思う罪のどちらがより重いかということでしかないと思います。人を裁くのは罪ではなく人そのものですよ。私が新井さんのことを好きだったの気づいていましたよね。はい。え、あ、そうなの？いつから気づいていましたか？1年以上前です。どうして中村さんの呪いを止めてくれなかったのですか？僕には彼を止める権利がありません。彼とあなたの問題にどうして第三者の僕は間に入れましょう？殺されたくなければあなたが戦えばいいのです。もしあなたにその力がないのであれば、僕に相談してくれてもよかった。助けを求めれば、あなたは私を助けてくれましたか？もう今となっては、あなたを助けることはできません。この状況で助けを求められても手遅れです。
もっと早く助けを求めれば私の手を取ってくれましたか。過ぎた時のことは時の闇に葬られてしまいました。時間を戻すねじ巻きを手に入れなければ答えは手に入りません。このまま死にたくありません。手遅れなんです。あなたは助かりません。ならばせめて新井さんの手で私を殺してもらえませんか。お願いです。ご承です。生きてきて私はその性格ゆえ自分の思い描いた世界に足を踏み出すことはできませんでした。これは最初で最後の私の勇気です。どうか私をあなたの手で。ここ選択になるのかな、もしかして。ならないよね。新井くん聞いたかい。本郷茜がなくなったよ。そうですか。やはり僕の言霊は強力だったようだ。彼女は死んだけれど僕はピンピンしているよ。それどころかまるで付き物が落ちたかようにスッキリしている。新井くん、君はこれからも僕の親友だよ。いかがでしたか。そんな中村くんは今も自由奔放に人生を謳歌しています。中村くんの言う通り、本郷茜は亡くなり、クラスのみんなは彼女の葬式に足を運びました。死因は公表されませんでした。自室で首を吊って自殺したという噂が流れましたが、それを裏付けるものは何もありませんでした。もちろん呪いによって死んだなどとは誰も思っていません。おそらくは珍しい難病にかかって病死したというのが一般的なのでしょうね。これで僕の話は終わりですが、あなたはありませんか。つい漢字を覚え違えてしまっていることは。あなた、あがめるという字を書けますか。ではたたりは。あがめるを漢字で書くとあがめる、たたりを漢字で書くとたたり。一見違いがわからないほど似ているでしょう。本にね。でもね、あがめるというのは相手を敬う尊敬の念、たたりとはまさしく相手に災いを与える念。呪いと祝いと同じく真逆にある言葉なのに漢字は似ているんですよ。こうして考えると真逆にあるはずの言葉は実のところ表裏一体である。愛が行き過ぎて憎しみに転じるのもわかるというものです。中村くんのことを恥ずかしいと笑いますかね。あなたは、え、本郷茜さんを殺したのは誰かって。あなたは本当にどうでもいいことに食いつきますね。でもそれを僕の口から言うわけにはいきません。あ、そこは隠すんだ隠すんだ。まあ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 ね、いいよね、語り部ですからね。なぜなら言わなくてもあなたなら真実がわかるでしょ。そういうことですよ。それでは僕の話はこれで終わりです。呪いの言霊。ということだね。いや、結構長くなっちゃったから今日終わりにしようかな。次回、岩下さんから話聞いていこうかなと思います。で、福沢さん。で、最後に望むんですね。というか、順番でね、話を聞いていきたいと思いますので、引き続き次回もご覧いただければと思います。というわけで、ここまで勝手に私、コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。